境省阿蘇九十国立公園管理事務所アクティブレンジャー大津花さん。平成28年に起きた熊本地震後、大学の研究のために訪れた西原村で阿蘇の草原が人の手によって守られていることを知る、傷ついた阿蘇地域の役に立ちたいと環境省のアクティブレンジャーとなった彼女は、現在公園内のパトロールや利用者指導を行う傍ら、農業と草原再生に取り組む団体の事務局を務めている。草原と関わることで改めて草原の持つ偉大な力を実感している。そうですね、本当になんか偶然の重なりではあったんですけど、何か自然だとか公園に関わる仕事がないかなっていろいろ探していたけど、見つけきれずにモヤモヤしていて、そしてたまたま12月に対馬に行った時に、もともとアクティブレンジャーしてたっていう方の話を結構じっくり聞けることがあって、その時に自分のこう引き出しの奥の方にあったアクティブレンジャーっていうのがちょっとこう引き出されたような感じがあって、でその後もたまたま本当にパソコン、自分のパソコンでいろいろいじっていたら、だいぶ前にお気に入り登録したアクティブレンジャーの日記が見つかって、そこをクリックしていったら募集が始まっていて、ちょうど3日前ぐらいに始まってたので、あ、これだと思って公園内のいろいろパトロールっていうんですけど、公園内が綺麗になっているかとか、あとは来てくる利用者の方がどんな風に公園で楽しんでるのかっていうことを見たりだとか、そうですね、あとは植物の盗掘、その植物を取っているようなのがないかどうかの確認をしに回っています。あとは、自然観察会も行っていて、年に4回から5回ぐらいしてます。それは一般の方も呼んで、自然の植物だとか、あと昆虫だとか、あとは結構その土地の文化も学んで帰ってもらうような観察会もあって、私も勉強になってるんですけどそういうのも企画したりしています。そうですね、なんかこう今まで見ていた景色はなんかちゃんといろんな人の生活と結びついて、こういうふうに阿蘇が出来上がってるっていうのも知りました。でも例えば湧き水があることもちゃんとそれを飲み水として生きてる人がいるっていうのもあるし、あと草原も堆肥として利用して生きてる人が、農業を営んでる人がいるっていうことはこっちに来てから知りました。ただ観光に来てた時はもう当たり前にあるここにあるものだと思ってたので、まさか野焼きして草をこう刈っていってってしてるとは全く知らなくて、それがこんなに守ってくれてる人がいたんだっていうことにまず気づいたことが一番の驚きでしたね。その野草堆肥を使って農業してる方がいるということも阿蘇に来て知って、農業にもいろんな形があって、その地元のそこそこで受け継がれてきた伝統の農業っていうのもあるっていうのを知りました。そうですね、一応事務局っていう形でホームページの更新だとか、あと皆さんに連絡をする係をしたりとか、消費者の方を、消費者というか一般の方を呼んで、その野草堆肥の野菜の魅力を知ってもらうようなイベントを企画しています。本当に楽しくて勉強になったっていう声と、もう農家さんのその優しさとかに触れて、それがお話聞けてよかったっていう声があったのが
良かったですね。なかなか農家さんって消費者の方と顔を合わせることないのお仕事の中で頑張ってらっしゃるので、その機会が作れたっていうのは農家さんの励みにもなったかな、なってればいいなって思います。あんなにだって美味しいご飯がただのバーベキューじゃないですもんね。阿蘇の赤牛で、阿蘇で採れた野菜、それとあのお茶とかも実は湧き水で作った麦茶だったりして、全部美味しいんですよこんな幸せなバーベキュー、しかも阿蘇で畑の目の前で、なんかね、楽しいですよね そうですね、2メートル ×2 メートルのその四角の中にの単位でこう測っていくようなやり方で、私もそういえば大学の時にちょっとお手伝いそういうやり方したことがあったんですよ。それでその中にどれぐらいあるかっていうのを小さい単位で測っていくっていうやり方でやってますけど、そこを草刈りをしてあの手入れしていくことで、どういうふうにその花の数が増えていくのだとか、種類がどうなっていくのかっていうことをもう長い目であの調査して見ていくことをしています、本当に少しずつ6年間続けたらですね、あの花の咲いている花の数、花芽の数がその時期は増えてきている、少しずつ。そしてあと花の種類も去年まで出てなかったものが出てきたりだとかっていうのもあって、こう植物生物多様性の面から言うといろいろ豊かになってきてるんじゃないかっていうふうに言えると思いますまず草原に関わる人が減っていってるっていうのはあの阿蘇に来てから聞いたことで、もう肥料も化学肥料が出回ってるから草原は使わず、どんどん使われなくなっていって、でもう観光のためにも草原は必要っていう声もありますけどですね、その観光だけのためにあとこれから何十年も続いていくのかっていうと、やっぱどこかで限界は来るんじゃないかって私は思うんですよ。だからもっとこの草原を地元にいる阿蘇の人にメリットがあるように回っていく方法が見つかればいいなと思って、私もたまに考えたりするんですけど、この阿蘇から生み出され、阿蘇の草原から生み出されたものっていうのがあらゆる人のお土産になったりとか、あらゆる人の思い出の品になるような、でもやっぱりたくさん使っていかないといけないので、だから家に使っていくだとか、あと家具にしてみるとか。でも昔からかやぶき屋根があったようにきっと使ってきたはずなんですよね。だからやり方はあるはずで、だからそれを見直していけばいいんじゃないかなって思ってます。まずここが草原であって、草原はその千年の草原って言われるほど、昔からいろんな歴史の中で物焼きを毎年したり草を刈ったりして守ってきたものっていう、そこは本当にすごいことだなって思うので、そこをまず伝えたいですね。もう当たり前にあるものじゃないっていうことを知ってほしいと思います。私もどっちかというと景色が綺麗で、それをもう写真撮って癒される、それで満足してしまうんですけど、もう一歩踏み込んでほしいんですよ。例えばこの植物があのどういうところに生えているとか、阿蘇でしかないものだとか、そういうのを知るともっと阿蘇が楽しくなるかなと思うんですよね。あとその阿蘇というその火山があって、火山からこういうふうに草原が成り立ったっていう、そういう土地の成り立ちも知って改めて面白いなと思いました。カルデラであるということ、そしてその中にもし水があったっていうことも、なんかそういうふうに
どんどん深く知れば知るほど面白くなる町だなと思ってます。阿蘇にいる人が一番恵みを受ける阿蘇であってほしいなって思いますね。外から来た人ももちろんだけど、やっぱり阿蘇の人が元気じゃないと阿蘇は守っていけないと思うので、まずは地域の方が頑張れるよう、阿蘇を守っていけるようにこうお手伝いしていくような、私はそれができればもいいかなと思っていて、だからもっと何十年後、50年100年後も、もう阿蘇の人の恵みのための場所であってほしいっていうのは思います。